中途半端だよ、今。そう、だからもうちょっとだけ伸ばして。いきます。いってらっしゃい。ありがとう、ありがとう。この車かっこいいじゃん。ジープだった。やっぱジープかっこいいんだな。飲み物買ってもいい？喉乾いた。そんな君が好き。こんな子か。ちょっと なんか喋り始めた。なんか初めてこんなんだった。何これ。なんか突然読み始めたんだけど。何急に読み始めた。びっくりした。喋るんだね、この子。だから乗りつったんじゃない。もう怖っ。急にさっきのあの車と一緒じゃん。なんかなんか鳴ってたよね、車は。乗ったんだ、なんか。あれはびっくりした。可愛い女の子の声聞こえたもんね。それがすごい。あ、これこれこれ可愛しくない？ご飯だって。もうご飯、うん、パパさっきまでお腹いっぱいって言ってたのに。恐ろしい。眠いよ。マジか。今日は早く寝ようかな。うん、
きのこうどんだね。きのこいっぱい入ってる、いろいろ、うん、えらい早くご飯にしたじゃん。そうか、もうこういうの簡単だよ。さっきまでお腹いっぱいって言ってたから、もっと遅いかと思った。いきます。うん、美味しい。うん、キノコの出汁が出てるわ。うん、美味しいね。あ、カレー入れすぎた。少し入れたら美味しいな。うん、ありがとう。月日の経つの早いな。持っていけばいいじゃん。どんどん過ぎてくな。年明けたと思ったらもう2月だもんね。もうあの栗もあるよ。食べてる栗とかさ。栗？うん。お願いしたらやってくれ。すげえ。買いすぎにしてこの欲しいも。安いじゃん。98円。安いかよ。うん、だってもっと少なくて98円じゃん。欲しいもんって。そうだよ。これもっきりと栗があるよ、みんな。明日でいいよ、ばあば。お腹いっぱいじゃん。今日はいいわ。明日にしな、明日に。でもこんなの食べたいけどだ。栗なんで買っといたの。ありがとうね。クリームくんの大変。抜いてやるわ。本当？あれ取ってあるんです。変なの？変な味？うん。まあ、変なのはやめた方がいいよ。うまく取れねえな。焼きのこがうまい。太ったな。おいしい。私全然泳げないから羨ましい。泳げて25m 泳げないもん。私泳げる。人生泳げない。3m。あ、もうこれは人生の遺伝子ついてるわ。ドボーンって一回手を回したって終わり。そうそう。足で切る力で進むところまで。そう。僕さ、力抜けとかさ、いろいろやってるけどさ、うん、全然できないよね。浮かばね。沈んでっちゃう。一緒だ、一緒。歯が綺麗。あれ誰だよ。わからん。最後取るだから。うん、何作ったの？パパやろ、これ一緒に。じいじやってみる、これ。2つの野菜の名前が書いてある。ほうれん草と、ピーマン。キャベツ。うん、鍋。ま、うん、難しい。キャベツ。なまこ。な、ま、こし。なまこってなまこ。野菜なんだ、なまこじゃねえわ。なめこ。私も難しい。さつまいも。さつまいもと、トマト。でしょ。ダメじゃん、お母さんが答えちゃ。こっちが探しだって。何だ。一つだけ違うんだって。4つのうち？うん。全然わかんない、どういう意味か。これってこと？
うん、これだ、これ。え？これが違う、多分答え。ほんとだ。なんで？なんで？わかる？わかりました。いい？うん。いいね。ここを見て、これからまっすぐ来てちゃうね。うまみの茶が嬉しい。これはこう、いかねばまっすぐ。ほんとだ。これもこう、まっすぐ。すごい、じいじ。全然わかんないわ、私。全くわかんない。これはね。2番か。え？なんで2番ってわかるの？1番だ。1番、うん、1番か、ああ、すげーじゃん、すごい、じいじい、わかった、もう大丈夫だ、じいじい、もう私よりもう天才だわ。バーバーもやろ、これ。どうなんだ、バーバー前もやったじゃん、一緒に。これ、うん、やってよ。普通、野菜の名前がある。トマト、うん、かぼちゃ、そう、正解。カンタス2、5、はい、いい感じじゃん。へへへへ、にやりバーバーはやった方がいいわ、毎日。いやだよ、次帰ってきた時も忘れてたら。今はどうですか、ねえ、とんでもないわ、そんな。わかるって言うなんて言ったら、誰なんて言ったらね、困っちゃう、困っちゃう、頑張ってよ。わからんって。今日はじゃあこれで終わり。どうかな、だってこれ見て、私と同じ家賃なのにさ、うん、1LDK じゃん。洋室6畳もある。しかも対面キッチンだし。本当だ。ウォークインクローゼット収納何度もあるわ。すごい眠い。全然生臭くないね、うん、ほんとあったかい、この靴下。ありがとう。マッサージしてあげようか、ということもあって今日は多くのお客さんたちが駆けつけています。でリーってこれ脂肪だと思うからさ。油が乗っちゃった、油が乗っちゃった。朝からおよそ10時間の練習でバットを振った回数はトロだわ、トロ大トロだ。今シーズンレグラン4本を目指します。一旦600円だ。ここもっと続いて浜内さんがルーシーに当たる600円。
が抜けないんだよ。え？かかとがね、お尻に動かない人ダメなんだよ。届いてないよね。動かすといない。もっと。ほら、ないじゃん。届かん。あ、パーティー9続け、つければ届く。勢いつければ届くよ。ねえ、お母さんも。でも痛いわ。大丈夫だよ。落ち込まないで。店長さんの名前、上野隆史なんですか？寝ますよ。うん、ありがとうね。うん、いいえ。明日ね。きゃありがとね。